Hello, 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 hello. 皆さん、こんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. 皆さん、ティンカースチャンネルです。私、ティンカーと申します。考える人ということで、ティンカーと申します。で、最近はね、感じる人でもありたい。直感をビンビンに使っていきたいと思っているところでございます。まあ、前からそうなんですけども。はい、今回は引き続きですね、前回の続きとして、ブログの106番の続きになります。で、私はですね、アメリカ人の最強と言われるサイキッカー、預言師、ジョセフ・ティテルさんという方が配信している動画、預言の動画のご紹介をさせていただいております。で、今回預言のご紹介をしていくのが、2023年11月8日に配信された動画の文になります。出来事をサイキック予言、経済崩壊&世界が立ち上がるというタイトルでジョセフ・ティテルさんが配信していた内容になってます。で、これね、今ね、私読み上げましたけれども、和訳は自分で私がしていまして、本当は英語になってます。で、ジョセフさんもアメリカ人なので、当然英語で配信しておりますので、もしご興味があれば、私の方で彼の言ってることというのをですね、ご紹介していくので、聞いていただければなと思います。で、去年の予言なんですけれども、やはりまだ実現されていないこともたくさんありますので、それをですね、かいつまんでご紹介させていただきたく思います。で、今回もちょっとね、なるべく短く動画をですね、していきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。それでは番組始めていく前に、ティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけどうぞ。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは、皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルでは、これが正しいんだよというように、皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ、自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いて、お互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは始めていきたいと思います。まずね、今106番って言ってますけれども、私ブログも書いてまして、このジョセフさんの予言をブログにしてるんですけれども、それの106番をちょっと細々分けてお送りしている所存でございます。なので、この106番のブログのリンクは概要欄の方に貼っておりますので、お時間がある方は一気に読むことができますので、読んでみてください。で、ちょっとそれがめんどくさいよという方は、この細々になりますけれども、動画の方で聞いていただければなと思います。で、チャンネル登録を皆さんしていただければですね、私配信された時に、おそらく配信されると通知いくのかな、ベルボタンを押さないといけないのかな、まあ、とりあえずですね、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。皆さんの、ね、生活に本当にプラスになるような予言がたくさんありますので、ぜひとも知って損はない、そして知って、それから考えてどう生きるかという刺激になればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回お伝えしたいのが、世界の人々が立ち上がるという部分、気になるところですね。この部分をお伝えしていきたいと思います。太陽からの嵐が発生する、太陽フレアというのが発生するよと、ジョセフさんは予言をしていらっしゃいました。この時、去年の11月8日の予言なんですけれども、ジョセフさんは、今週末強い太陽からのエネルギーが注がれます、そして太陽フレアも発生します。 M クラスですが、今年の平均と比べると大きめです。その影響により自然災害が起きやすいでしょうとおっしゃっておりました。
で、なんだ去年のことじゃんって思いますよね。ですがここで本当に知っていただきたいのがこのポイント、太陽フレアが起こると自然災害が起きやすいっていうふうに言ってるんですよ、ヨセさん。まずは第一発言としてそういうことをおっしゃってます。でどういうかというと、今なんで私がねそこをフィーチャーするかというと、最近ね太陽フレアがもう本当に激しめなんですね。皆さん知ってますか？結構ね X とかで太陽フレア、ソーラーフレアのアカウントとかあるので、フォローしていただければなと思うんですけれども、ここ1週間でも本当に強めで、私がいつも見ているその太陽フレアの情報なんですけれども、 spaceweatherlife.com というこの今画面に出ているこのサイトなんですけれども、ここにね太陽フレアのソーラーアクティビティのですね、オーロラとソーラーアクティビティの、アーカイブがあるんですね。で直近でそのジョセフさんが言っていた12月8日のところ、今週末強いの来ますよって言って、確かにね、サタデーに土曜日に来てますね。土曜日に来てるんですよ。私今2024年の2月13日に今収録してるんですけども、今遡って見てみると11月、8日に配信してた時に今週末来るよって言ってた時に、確かにね M クラスですけども大きめのが来ますよって言ってて、確かに M クラス来てますよね。ここでその前も来てますけれども、ただ最近本当にやばい感じなのが、まず12月14日に、X クラスというのが一番大きいんですけども、 X クラスの 2.87 というのがドーンと来ました。そしてその後に12月31日、これ UTC 時間ですね、に X5.0 ドーンってきましたね。でその後何が起こったかというと、地震起こりましたよね、能登半島の。で、はい、そういう感じでちょっとね聞きずってならないというか、その自然災害あるよってジョセフさんが言ってるんですけども、2024年の1月に入ると結構赤が増えます。 M がどんどん増えていきます。11月と比べると全然多いですよね。なのでこの太陽の活動っていうのがすごく活発になってます。今どうなってるかというと、2月ずっとね MMMMM、 そして9日に X3.38 が発生してしまっております。なのでちょっとね結構当たってるのがこの、地球全体にもちろん影響があるんですけれども、照射しているところがインドを中心にアフリカ、それからちょっとこうフィリピン沖とかその辺にこうわーっとこう強めに影響がある。そしてアイスランドとかあっちの上の方がちょっと赤くなっているので影響があるっぽい感じがするんですよね。それをね私はちょっと思い出してびっくりしてるんですけども、ただジョセフさんがおっしゃるには、その影響によって太陽フレアの影響によって自然災害が起きやすいでしょうとその時に言ってました。でそのもちろん自然に影響する、その地球の活動に、やっぱ地球も磁石みたいにねプラスとマイナスがあって北と南があってこう回転しているじゃないですか。磁力があって磁気があって、でそれにこう影響することによって地殻変動ですとか、まあ、その地球の磁気の何ていうのかな乱れというのが発生するっていうことを言ってて、まあ余談になりますけども、最近私 のティンカースチャンネルのサブブログの方で光のコードというタイトルのねブログを出したので、その光の高度というのがねやっぱりその太陽フレアによって注がれるらしいんですよ。そこをね光の高度ってわからないよっていう方は概要欄の方にそのリンク載せておきますので、ぜひとも見てください。あ、読んでください。ちょっと興奮しすぎてなんかろれつがどう思っちゃいますけれども、そういう感じで、でその11月8日に言ってたのが
世界の人々が立ち上がるというふうに言ってたんですよね。でジョセフさんがおっしゃっていたのは、大きなデモや抗議活動が世界中で発生すると、まあ、以前からずっと言ってたんですね。で、まあ、そのアップデートなんですけども、ジョセフさんがおっしゃるには世界中で抗議活動が実際起きています。規模も大きなものが多いです。スピリットが教えてくれているのは年末年始にかけてより大きな抗議活動などが発生して沸騰するように熱い抗議になるということです。まあ、確かにこれ起きましたよね。やっぱり10月7日から中の東で、どっかんどっかんと戦が起きてしまっていまして、いろんな、ね、方向から意見があると思うんですけれども、まあ、そんなことで、まあ、戦いはもうやめてくれと、傷つけるのはやめようよという、やっぱり抗議活動っていうのが昨年秋頃からどん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 、特に冬にかけて本当に大きな抗議活動が起きていて、でついにワシントン DC でも抗議活動がありまして、本当にたくさんの何千人の人たちが、多分何万はいるんじゃないかな、東京ドーム以上にいるんじゃないかなって思うぐらいの人だかりが出ているというのを、私メインブログのTinkersChannel.com の方に上げてます。その世界中の人々が立ち上がるというところで、で今ちょっとね記事見しますけども、こういう感じでたくさんの抗議活動が行われていると。でただその中でニュームーブメント、新しい動きがあるというお話をしていて、まあ、抗議活動といってもただ拡大していくだけではなくて、新しい形、まあ、新しい主張の仕方というのも出現するというふうに予言していたんですよね。でそこでトロントで起こったことが、この、イスラムの方々ですね、抗議活動をするために礼拝をして、大勢でねそこで集まって膝をついて礼拝をするという、そういった抗議活動をしていたりとか、まあ、そういうことが起きている。あまりね見かけないですよね、みんな大勢で礼拝するというのは。そのね教会とかそういったね寺院とか神聖なね建物の場所、モスクとかそういうところだったら光景はあると思うんですけども、ただ街中でね集まってストリートで膝をついて礼拝するというのはなかなか見ない光景、まあ、そういった抗議活動のスタイルがあったりすると、ジョセフさんはその自分の、ね、予言が当たっていたといいますか、まあ、こういうことなんだよということをねおっしゃっておりました。限界体制のような管理が各地で行われるという予言。ジョセフさんは以前よりも言ってたんですけども、以前も言ってたんですけども、69ダウン、これは69でロックと呼んでください、69ダウンのような統制が各種の大きな都市で行われるようになるという予言をしておりました。ジョセフさん曰く、昨日のミジョンですが、まず11月7日ですね、各地の大都市で69ダウンが起き、フェンスのようなもので区切られる場所ができて、細い道のようなものが建設されていました。数年前の DC、もしくは2020年の中の国のような感じの雰囲気です。複数のアタックが起きた後に世界各地で起きます。このアタックはものすごいです。とてもえぐいというふうに言ってました。とてもすごいということ、醜いということで、まあ、大きなドッカンのビジョンというのは過去にも予言していらっしゃいます。これは、84話目の、実況サイキック予言、気づかないと乗り越えられない困難、祈りを届けというブログでご紹介をしています。今画面に載ってるんですけども、ここの回でご紹介してます。で3年前の DC を思い出して考えてみてくださいとおっしゃってました。2021年1月現政権が発足した頃というのは、 DC の白い家の周り、ホワイトなハウスの周りはバリケードが張られていて、敷地内に入ることができなかった時期ありましたよね。皆さん覚えてますか？で、立ち止まって考えてみましょう。ジョセフさんが言うには、なぜあの時一定期間しばらくの間バリケードを張っていたのでしょうか。
そしてなぜこんなにも多くの人々が白い家の前で抗議ができる事態までになったのでしょうか。さっきのね、そう大勢が DC に集まってその中の東で起こっている戦に対しての抗議を行っているためにね、たくさんの人が集まっている状況がなぜ実現しているのか。たった2年前はねバリケードが張られていたのに。で軽く考えてしまうと、まあ、あのギリゾー事件があって物々しかったから、そういった直後だったからフェンスで囲って軍人に警備させていたんじゃないかなって思っちゃうんですけども、でもなんでじゃあ軍が警備してたのかっていうのは謎ですよね。なんで警察じゃダメなのか。で確かなんか特別な何か理由があったと思うんですね。そういう予告があったりとか、ちょっとわからないですけども、ジョセフさんはそこがすごく違和感があるというふうにおっしゃってました。あんだけの何千人何万人の人がね抗議をできるぐらいにも今なっているんですけど、2021年の1月あの時一定期間は本当に誰も立ち入れないぐらいの厳戒態勢だったとおっしゃってました。確かに検問みたいな本当にフェンスで区切って軍人がチェックしてましたもんね。その物々しい雰囲気、じゃあ誰が管理するのかっていうと軍が管理するっていうのは2021年のその1月で分かったと思うんですけれども、ジョセフさんがその世界が物々しい雰囲気になりつつも国境がなぜか緩くなって、テ・マルーリストが入国してしまっていることに関して予言をしているんですけども、ジョセフさん曰く、先ほども言った複数のアタックのことを考えると今の国境の状況は良くないです。まあ、確かにそうですよね。すでにテ・マルリストがかなり入ってきていますと、ジョセフさんはスピリチュアルメッセージを送っていらっしゃいます。でジョセフさんのスピリットは2024年はどこかのタイミングで短期間ではありますが戒厳令っていうのが発令される場所があります。今年起きる、まあ、2023年起きる可能性もありますとこの時言ってたんですけども、まあ起きなかったですね。なので2024年今年もしかしたら起きるかもしれないということをジョセフさんのスピリットが言っているそうです。ジョセフさんも警鐘を鳴らしていますけれども、実際現実でも FMRI の長官がここ過去10年で一番危機が高まっていると発言しているニュースがあります。でもちろんティンカー的にはさらなる茶番作りかもしれないという観点はね残しておきますけれども、それを言っていたニュースがこの BBC のニュースになりますね。お米の国に迫る危機を警告している FMRI の長官というニュースです。で危機に面しているエリアがあるとジョセフさんはおっしゃっておりました。でその気になるエリアはジョセフさん曰く、テ・マルの直面する危機にさらされている地域として挙げているのがテキサス、ラスベガス、ロサンゼルス、フィラデルフィア、そしてニューヨーク、まあ、その地域が危ないのではないかと予言していますとおっしゃってます。ちなみにベガスは FMRI の警戒エリアには入っていないそうです。ちょっと気になりますね。まあアメリカ人最強サイキッカーなのでアメリカに絞っているんですけれども、まあアメリカのこのエリアがアタックされてしまうかもしれないということでした、はい、今回は以上になります。いかがだったでしょうか。そのね世界の抗議活動からのそのアメリカで起こるその厳戒態勢、まあ、それが各地でも起こるよという話題でした。で今回ねやっぱ気になるのが太陽フレアが起こって自然災害が起きるという発言と、その太陽フレアが降り注ぐことによってその抗議活動というのも活発化するという流れでお話ししていらっしゃいましたので、やっぱりね光の行動という私のねサブブログ、ぜひ読んでみてください。そのね降り注ぐらしいんですよ、銀河の彼方の太陽系の彼方から太陽を通ってで光の粒子というそのたくさん情報が詰まったものが地球にこう降り注ぐ、そこで人間もやっぱりね粒子の振動でできている、もうそれでなんか影響を受けてしまっている、まあしまっているというか影響を受けるという内容になっておりますので、ぜひとも読んでみてください。今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたらグッドボタンで評価をよろしくお願いいたします。
でまた聞きたいなっていう方はチャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいて、そしていつもね視聴していただいている皆さん、本当にありがとうございます。感謝しております。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. Bye bye.